きますよ、オープン。じゃんじゃかじゃーん。おかえりバンナゲバーン。どうもうんちゃんでございます。なんか久しぶりな気がするのは気のせいでしょうか。今日はすごいね、珍しいものを手に入れたんですよ。それがこちらでございます。今話題の水色っていうお菓子です。なんか SNS ですごく人気があって、店舗とかでしかね売ってないんですよ。ネット販売してないんでなかなか入手困難でございます。私が初めてこちらを動画で見た時に、あれこれエビせんじゃねって思ったんですよ。揚げる前のやつ、これ皆さんご存知ですか？業務スーパーのエビせんでございます。まあこれ実はずっと前に買ってて、動画にしようと思いつつずっと引き出しの中にあったんです。この水色ですけどね、本当にねエビせんみたいなんです。皆さんに見せてあげましょう。すごい綺麗ですね。いかがでしょうか。いろんな色あるのに水色というお菓子でございます。あ、季節のね風景を写す水色という、よくわからないけど砂糖菓子でございます。ではこちらをですね、そのエビせんにすり替えてみようと思います。すり替えドッキリって久しぶりなんじゃないんですかね。じゃあちょっとすり替えていこうと思います。私のお友達のトレンドグルメさんもエビせんが似てるってね動画で言っておりました。やっぱりみんな見えるんだよ。すごい可愛いですねこれ。なかなかの映えでございます。映えですねこれ。じゃあこちらをね、これ多分カラフルなはずなんですよ。変えていこうと思います。ショートを取る手でバンディさんに開けて食べてもらうみたいな感じにしようかな。あー全然違う。ちょっと待って。私が思ってるものと違いました。困ったな。いろんな色があるかと思ったんだけどな。しょうがないです。しかも丸じゃないね。このまま一色でちょっといきましょうかね。本当は買いに行ってもよかったんだけど、マンディはこの水色見たことないんで、秋はオレンジになるって伝えます。これはこれで美しいですね。水色の会社の方ごめんなさい。でも後で美味しくいただくんで本物を。できました。じゃあこちらをねバンディさんに出してみたいと思います。シュワー、食べてみてくださいってね、ショートの撮影の手で渡してみたいと思います。バンディさん、バンディさん、ショートを取ります。ショートを取ります。はい、どうぞ。はい、出そうか。ピントさん、はい。 SNS で話題の水色というお菓子でございます。水の色。あ、水の色だったんだ。ごめん、ずっと水色だと思ってて水の色って書いてあります。ああ、僕 SNS に敏感じゃないかも。嘘、すごい人気がある。全然知らない。今回取り寄せてみました。甘いお菓子。甘いお菓子でございます。10枚って書いてある。10枚入ってます。じゃあ開けちゃいます。はい、シャシャーン。まるで宝石を入れてる箱みたいな、うん、素敵なお箱に入ってます。オープン。じゃんじゃかじゃーん。水の色はしてないです。秋なんで。秋も水の色はこうなりません。この色をしている水は汚いだけです。春夏秋冬で変わるんです。そうなの、はい、秋バージョンの水の色なんですね、はい、よかったら食べてみてください。これが話題なんですか。確かに面白い形してますね、うん、
なんか半透明で可愛らしい感じの。何で作ってるんだろう。食べてもいいんですか。どうぞ。甘いんですよ。甘いです。いただきます。めっちゃ硬い。甘くない。え、これに甘さを感じる世の中になったんですか、もしかして。マジガラス食ってるみたいに硬いですけど。食ったことないけど、ガラス。え、なんで流行ってんのこれ。別に美味しくないよ。ちょっとしょっぱいぐらい。なんなら。こちら火をつけてください。油。揚げて食べるもんなのか。なんで止めてくれないの途中で。一枚丸々ほとんど食ったよ。揚げたら水色になるんじゃないの。全然すごい。全然水色じゃない。これ俺なんか見たことあるな。これ熱い。エビせんの完成です。何してるのこれ。ずっと何してるのこれ。水の、あ、これがもしかして水の色になったってこと？油めっちゃ透明なんだけど。違います。何をやってるのこれ？危ないので下げます。あ、うん。どう？食べやすい。マジさん、それエビセンです。水の色は？水の色は私が隠しています。俺はエビセンを生で一回食って揚げて食ったってこと？そういうことです。何食いこれ。何してんのずっとこれ。本物の水の色はこちらでございます。あ、すごい似てる。似てるけど思ったより水の色してねえな。だから春夏秋冬をイメージした水の色。あ、そういうことだ。これだけで全部いったみたいな。あのエビセンもこんな色カラフルなのが あるんだけど、うん、なんか私が買ったやつ一色しかなくて仕方なくそのまま出しました。見たことあるでしょこんなエビセン。あ、色はね、エビセンは確かにいろんな色のやつあるけど、全然水の色じゃないじゃんって言ってたけど、あるのね。あるのです。改めて言いますけど、全然水の色してないです。あ、でも綺麗。食べてみて。めっちゃ綺麗だねこれ。食べてみな。半透明なだけじゃなくて中がね、なんかこうキラキラしてます。いただきます。どうした。あ、面白い。そう、一個食べさせて。うん。視覚的な色だけじゃなくて、味覚的にも水を感じるし。こんなお菓子食べたことない。噛んだ時の音色も、この色も水の色してる。水の音色してる。うん。面白い。中がなんかちょっとジェリーっぽくなってて、うん、外がうっすらこう砂糖で覆われて、硬くなってるみたいな。うん、そうそう、めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまいね。なんか食べて納得だね。水の色、音色、食感、味、見た目、全部水の色。じゃあ味違うのかな。ちょっと違うのか。違うよ味。今のはちょっと柑橘系の味がしますね。赤いの、こっちの方が好き。あ、ほんと、うん、美味しい。以上です。いかがでしたか、幻のお菓子と。これは素晴らしいと思いました、うん、なんならさっきこれを生で食った硬いよくわかんない味のしない板を食べた後だからより柔らかいし水の音を感じました。こんな初めての食感のお菓子にこの年で巡り合えるとは思いませんでした。作った人に感謝。この動画がいいと思ったら高評価やチャンネル登録をお待ちしております。そして SNS もやってますので、そちらのチェックもぜひよろしくお願いします。これもうまいね。本当、これも美味しい。これちょっともったいなくて食べれない。ちょっとまだもうちょっと取っとこうか。いってらっしゃい。いってらっしゃい。